藤木大地は日本の声楽家、カウンターテナー歌手である。所属事務所はアマチ。宮崎県に生まれる。宮崎大学教育学部付属中学校時代に合唱部に所属し、NHK 全国学校音楽コンクール、全日本合唱コンクールにおいて、全国大会へ出場。宮崎県立宮崎大宮高等学校文科情報課に入学後は、テノールとして声楽を始める。 東京芸術大学音楽学部声楽科テノール、専攻卒業後、新国立劇場オペラ研修所、第5期生終了。2003年、新国立劇場にテノールとしてデビュー。2011年、カウンターテナーに声詞を転校する。2012年、第81回日本音楽コンクール声楽部門にて優勝を収める。カウンターテナーの優勝は、 大会史上初の出来事であった。2013年、ボローニャ歌劇場、日清劇場にデビュー。ウィーン国立歌劇場と日本人、カウンターテナーとして、初めて、客演契約を結ぶ。2014年、NHK ニューイヤーオペラコンサートに初出演。2015年、NHK ニューイヤーオペラコンサートに2年、連続出演。ウィーン国立歌劇場と2シーズン連続の、 100円契約を結ぶ。第19回、松方ホール音楽賞をカウンターテナーとして初めて受賞。2016年、NHK ニューイヤーオペラコンサートに3年連続出演。第25回青山音楽賞青山賞を受賞。兵庫県立芸術文化センターに主演。題名のない音楽会を歌唱。2017年、 NHK ニューイヤーオペラコンサートに4年連続出演。ウィーン国立歌劇場と3シーズン連続の客演契約を結び、2016、2017シーズンにアリベルト・ライマン作曲のメディアにおけるヘロルド役で日本人カウンターテナーとして史上初めて同歌劇場にデビューすることが2016年4月6日にウィーン国立歌劇場のマーラーザールで行われた。 記者会見で発表された。2017年4月7日にキングインターナショナルより、ファーストソロ CD、死んだ男の残したものは、をリリース。同日、ウィーン国立歌劇場にデビュー。4月19日まで4公演に出演。その模様は、NHK おはよう日本、NHKBS1 国際報道2017などで紹介された。出身地である、 宮崎県より、宮崎大使に移植される。2018年、NHK ニューイヤーオペラコンサートに5年、連続出演。ウィーン国立歌劇場と4シーズン連続の、客演契約を結ぶ。村上春樹原作の映画離れベイの主題歌愛の喜びは、プレジール・ダムールを担当。ワーナーミュージックより、メジャーデビューアルバム、愛の喜びは、をリリース予定。 ありがとうございます。